皆さんこんにちは、サンプラスの三井亮です。中国語に興味がある方、僕たちと一緒に学んでいきませんか？この動画では俳優である僕たちが中国語でのセリフに挑戦して演じます。ドラマを楽しみながら一緒に学んでいきましょう。今日登場するフレーズは、我有一个问题。授業中わからないことがあった時に使えるフレーズです。ドラマを見ながら一緒に練習してみましょう。我们爱看恐怖片。你们喜欢看电影啊？是啊，我们是电影社团的团员。你们知道 Sunplus 高中吗？我们也是 Sunplus 的学生，而且也是电影社团的团员。哦，电影社团还有啊？我们十年前又上了交通事故。这样啊，因为没实现拍电影的梦想，我们还留在人间。那我们一起拍电影吧。拍电影？是啊。我带演员，他做导演。哦，那我想做摄影师。哦，我写剧本吧。怎么样？题材很新颖，有意思。老师，我有一个问题。ここで今日のフレーズが登場しました。発音を聞いてみましょう。我有一个问题。質問があります。このフレーズを分解してみると、我は僕、有はあります。一個は一つ。問題は質問という意味です。一個を使わずに、有問題というと、質問があるという意味以外におかしくなっている、狂っているという意味もあるので、シーンに合わせて気をつけて使いましょう。ここでもう一度発音を聞いてみましょう。我有一个问题。それではドラマの続きをどうぞ。老师，我有一个问题。锦泽同学，请讲。我是什么角色？当然是僵尸啊。啊？我的出道作品居然是僵尸？好的，开始。